あっちこっちそっちどっちまーちゃんでるまーちゃんです。はい、今日はこちらでございますね。うん、ボンボン TV のダンボール会社作ってみたです。冒頭からいきなりちょっとねヨッチさんパクらしてもらったけどボンボン TV に出た時一回やったんだこれね、うん、はい、なんとボンボン TV さんからこの自由研究の教材セット、うん、これが発売されました。すごいね、びっくりした。すごいよこれ。YouTube からこういったね一般商品が発売できるってすごいことだと思う、うん、ね、で今回はこのダンボールガシャこれを作っていきたいなと思います、はい、でね、もう一つあのボンボンスライム作ってみたっていうのもあるんですけど、これはまた次回やりたいと思いますね、はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、よいしょ。こういう小冊子が入ってるね。あ、うん、これ作り方もあるんだ、うん、あと漫画もあるね、うん、ボンボン TV の YouTuber な日常単行本第1巻発売されるんだ。すごくない？それすごい。すげえ。あ、これ空のカプセル3つ入ってますね。うん、そして中身が、おお、これ全部切り取られてる。本当だ。あ、これ楽ちんだよ。すぐできちゃう系だよ。あ、この透明のシートみたいなのちゃんとある。あ、そうだね。うん、はい、じゃあちょっと作っていきましょう。はい。はい、ということで完成しました、うん、こんな感じで出来上がったね、はい、すごく簡単だったよ、うん、どれぐらいかな、2、30分でできたかな、うん、あの前うちね、チロルやロゴニャン、そうそう、のガチャのダンボールで作ったことあるんだけど、それよりも全然早く作れたね、うん、この漫画の内側にデコシールがいっぱいあって、うん、それも貼っちゃいました、はい、で、こんな感じでデコってるね、はい、この窓にはヨッチさんいますね、はい、はい、で、この辺みんないるでしょ、うん、下にもいますね、はい、で、ヨッチさん好きのエイジン君がなんと裏っ側全部ヨッチさんオールヨッチ、ね、すごいね、うん、上開けるでしょ、下、うん、で、この中にカプセル入れるんだね、うん、あ、そこもデコったんだけどね、あ、そうそうそう、この蓋もちょっとデコりました、はい、ここも、あ、そうだね、うん、で、ここにカプセルを入れるわけだ、はい、閉めて、OK、で、ちょっと回してもらっていいかな、はい、あ、出た出た出た、こんな感じでね、うん、出てきました、はい、これで3個も入って、そうですね、はい、で一応ね、この冊子の中にはあの罰ゲームシートみたいなのが、うん、罰ゲームくじシートか、うん、こういうのがあったりするんで、まあ、これをねこう中に入れて遊ぶこともできるんだけども、うん、うちらはちょっと別なことやろうか、はい、そう、これこれそのまんま、そうだ、そうそうそう、これちょうど3つだからさ、うん、それをこのカプセルの中に入れて、酸っぱいのを食べた人が負けっていうね、あ、しましょうか、はい、じゃあ開けてください、はい、いい感じで3つ入りました、はい、普通に入ったね、よし、じゃあじゃんけんで決めましょうか、はい、せーの、最初はグッジャンケンポイ、よし、じゃあしんくんから、さあ、で、パパがこれ、じゃあ食べましょう、せーの、いただきます、これかな、あ、これかも、酸っぱかった酸っぱい酸っぱいの出たいきなり負けちゃった、もう一個残ってんのにしまった、酸っぱい強烈じゃないけどね、うん、最後の一個は美味しいやつだからじゃんけんで、最初はじゃんけんぽい、よし、パパいただいていいのかな、はい、じゃあいただきます、はい、はい、ということで今回はボンボン TV のダンボールガシャ作ってみたでした、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、そしてチャンネル登録もよろしくね、よろしくね、ということで今日はねこれ白衣わざわざ買ってきました、はい、これいいよね、うん、マックス大変身って、使えるよね、あ、確かに、はい、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。